むしろ私の産後よりは全然よく整備されてると思うよあれが一番危ないのいつタイ取れてもおかしくないんじゃないかぐらいいろんな人が整備し始めるから皆さんこんにちは、メカニック TV サポーターのさぎです。ゆきさん、本日もよろしくお願いします。今日はコメント返したいです。フリートークいっぱい返していこう。はい、お、今日はやる気ですゆきさん。いっぱい返していこう。はい。後輩がミスした時どんな風に指導するっていうので、これまあ難しいよね。でもなんかすごい長い分くれたんだけど、短く言うと。もう見ざる言わざる聞かざるを貫くことにしました、だこれが一番簡単じゃ簡単だけど一番悲しいあれですよね。まあ難しいところ、ね、もう怒られることすらされなくなったら新人としては終わりですからね。まあそうですね。でも先輩からしたらこれが簡単だよね、もう何も言わないし何もで後でなんか気づいたとこ勝手に直してとかが、けど悲しいよねこれじゃ。難しい。でも楽だから私も結構こっち派な気もするけど人と場合によるけどコメントくれた人飛行機の整備士だからさあ。そうなんですね。フライトキャンセルだって。うわへぐ。いやそれはうちらが1台車なんか壊しちゃったっていうレベルと、もう桁が違いますね。桁が違うからもう難しいね。だってほら昔はその場で怒りましたが今ではその場で怒ると泣き出すしパワハラと訴える。ああそう、なんかまあなんか難しいですよね。そのパワハラって何でもすぐ言えちゃいますけど、なんかさ同期がさそういうやつだったらありがたいけどね。パワハラとか言ってアホみたいに言うやつだったらさ、そんなこっちはお構いなしであればこっちは可愛がられるからさ、同期がそういかれたやつだったらありがたいよくなんかそういうなんか正論言うやつっているじゃんね、後輩の中にも。確かに正論でそれが正しいのかもしれないけど、なんか日本人として社会人としてって考えたらその正論は通らないことが多いわけじゃん。そういう時に同期でそういう正論ばっか言って生意気なやつがいたらこっちは可愛がられてこっちが得したみたいな絶対出世するじゃんねそういう同期いたらありがたいななんか別になんかそのなんだろう、そういうことを言うのは悪いことじゃないと思うけど、なんだろう、その時と場合とかを考えた方が頭いいかなと思います、ね。残業なんてする気ないんで帰りますっていう同期がいたら先輩に「あ、俺はしていきますよ」って言えばそっちは可愛がられるしさ、まあやる気があるなとか、なんか別に残業しなきゃいけないっていうわけではもちろんないけども、なんかその対人だからね。だからこの見ざる言わざる聞かざるになっちゃうよね。そう、人との付き合いだからね、本当難しいよね。後輩がミスしたりとかそんなんて。しかもだってもう後輩が10個下だからね。難しいよね。難しい。これはね正解がない、いっぱいコメントもらったけどちょっと難しいよね。やっぱいろんなことを皆さんね、先輩側としていろいろ考えてるんだなって、あと何かあった？あとなんかね、アップガレージの動画の回がすごくコメントが多くて、文句安いとかそういうの、いやでもね、たまに掘り出し物見つかるとか、絶対見つかると思う。たまにね探すのも大変だけどあ、そうなんです。でもこれコメ欄で買い取りが安いとかあるけど、買い取り金額に不満があるなら自分で納得する金額でオークションなんなり出して売れたら梱包出荷までやれば不安も生まれないと思う。確かにだと思う。そうだね。確かにちょっと安いなと思っても、だってホイールを清掃すらしてないし写真すらなんか綺麗に見える角度でとか写真すら撮ってないし、こっちの売り手の能力はゼロ。ただ車に積んで持っていくってだけでさ、だって確かにオークションだったらじゃあプラス 2,3 万高く売れたとしても 2,3 万以上の容量やってくれてるからね、製造写真撮って梱包。そうそうそう、大変じゃないですか梱包して送るとか。絶対大変だと思うよ。特に大きいやつだったらだってクレーム言われても困るし。確かにあれ結構なんか動画じゃ分かんないと思うけどホイールも結構傷ついてるから、それがうまく写真撮れてなかったらクレーム言われるんでしょ。だとか傷をちゃんと説明しないといけないよね。こことここに傷がありますとか、そういうとこ写真撮ってとか。ちょっとでも高く 2,3 万高くなるかもしれないけど、私は 2,3 万はマップガレージ持ってった方がいいんじゃないかな、まあ、なんかその手間代を引かれたって思っておけば気持ち的には楽かもしれないですよね。そういうことね。なんかやり取りするのがまず嫌だもん、オークションとか自分でだってやるでしょ。ここ面倒くさがり2人だからそう自分でも梱包してその返事返すとかが、そうやり取りするのがもうただの LINE ですら返事返さないのにうん、ペール武将ですね。スタッフが本当私も誰も返さない。スタッフがすごい渋い顔してる。誰も返さないのに、こんなんだってそれがちょっと安いって。私はいいけどね。嫌な人は自分でやったこともないんじゃないの？私もやったことないから。私は文句言わない。安くても。でも8万ぐらいになったっけ、全部で8万弱ぐらいになったから何する？余ってるよ今。本当に何かしましょう。温泉行きます。いいですね。1泊。いいじゃないですか。行きましょう行きましょう。いいの。浴衣ぐらいなら見せるわ。お。浴衣ね。うさぎさん多分バス。どういうこと？バスタオルだと思う。なんで急に私だけハードル高いんですか。一緒に浴衣でいいじゃん。バスタオルぐらい。私ゆきさんと同じ格好しかしないから。だって私はバスタオルはちょっと NG だわ。いいじゃんね、コメント欄でお待ちしてる。7万ぐらい今自由なお金があるので、やったー。なんかやろうよ。行きたい。なんかそういうの面白そう。なんかそれで企画とか楽しそう。7万ね。なんかしたいよね。なんかしたいですね。考えましょう。あとコメント。コメントね、そうコメントまた話すれちゃうから。ガゼールパンチ中野さんの逆襲ってやつで。ああ、携帯感。携行館プラスゆきちゃんと焼肉食べに行けるコースで3万でいいのでは。だって私食べ行って3万、うん、3万私に入るの。そうで焼肉で焼肉代は食べ数で私全額スタッフと折半とかじゃないの。じゃあ行く全然わかんないけど、これ書いてある。このさ、違う、視聴者が3万出してくれたってさ、私に入るのがもし2割とかだったらいかないけど、全部入るんだな。全部入るんだ。なんかだって焼肉おごってもらうプラス3万ってことじゃない？すごいいいお仕事じゃないですか。焼肉代込みだったらちょっと焼肉代込みだったら込みでもね、焼肉食べてお金もらえるなんてそんないい仕事ある？確かに。携帯会を私に行くついでにご飯食べれますけど。そんないい話ある？それ動画に撮っていいのかな？そんないい話あったら最高じゃん。それだけを仕事にしていきたい。でもこの傾向感もねすごい面白かったからね。じゃあ今度うさぎさんにもやらせて、それを5万ぐらいで見つければいや、私が塗ったから5万です。うん、いやなんか絶対レアでしょ。絶対やらないもん。そうそう、レアだから、けどそれはその価値っていうのは買ってくれる人がいて初めてその価値が成立するから、買ってくれない人はでも買ってくれるんじゃないの。ゆきさんのこの焼肉行けるコース3万はいいと思う。一緒に行く？折半で1万5千円ですね。その相手側が嫌じゃなければ、私がいてよければ行きます行きます。あとやっぱね、ダイさんだね。ダイさんいいキャラしてますね。いろんな話聞いてみたい。ダイさんいいキャラしてますねっていうことがすごいね。なんてね、いいキャラしてるの昔から。落ち着いたとは思えないからね、もうあんないい年なのに。まあダイさんはこれからちょくちょく出てもらおうかな。うさぎさんとも絡んでもらって。なんか緊張しちゃう。逆に知らないもんね。そう、知らないからなんかすごい逆にそっちの方がいいんじゃないの。知らないぐらいの。なんか知らないからなんか話されてもポカンってしちゃうと申し訳ないな。知っててもポカンだから大丈夫。あ、本当に。あとね、出番は少なめだけど絶対に便利な工具でいろんなコメント。ロングのエクステ1メートルぐらい。長いエクステね。確かに出番少ないけど。ロードスターとかのクラッチ効果ミッションを下ろす時とかは超必要だって、もうそれがなきゃできなかったりとかもするし、まあこのハーフムーンね、この月の形してるメガネ、メガネって工具ね、メガネレンチがこうハーフムーンって三日月みたいな形してるんだけど、確かにあれもいいね。私ね、あれ難点なのはね、ツールスタンドに綺麗に収納できない。これだからそう、ハーフムーンだから立てると結構高さ出ちゃうし、置いとくと面積広いし、結構綺麗に収納できなくて結構買ってないけど、あれ持ってる、たまに借りるな。だから結構みんなさん言ってますね。出番は少ないけどおすすめのね。もうこれはコメント見てるだけで面白いと思う。スナップオンのモンキーレンチとかワイヤーツイスターねとか、薄口っていうのスパナとか、これねコメント見るだけでね、整備士は面白いと思うよね。コメント欄も意外と面白いので皆さん見てくださいね。あとね、カーシェアリングのやつで、カーシェアリング乗る側からすれば誰がどう整理してかわからない車乗りたくないなみたいな感じの。でも私ディーラーやる時にね、やっぱ結構入ってくるんだよ、こういうレンタカーって。うんうん、とかカーシェアの、しかも半年に1回点検でしょ、うん、でかいやつだったら3ヶ月だから、意外と自分の車よりすげえ点検されてると思うよそうですね、まあ、誰が乗ってるか確かに分からないけど、一応半年乗用車で半年だから、うん、その半年の期間はでかいっちゃでかいけど、うん、空気だって整備やってて空気圧絶対入ってる、うん、自分の逆にオーナー、自分のレンタカーでのオーナーの車とかだとまあ空気圧少なくなってる、うん、まあ、見ないじゃん、自分でガソリンのたびに見ればいいんだけど、うん、見ないじゃんけど、意外とレンタカーはそのレンタカーで働いてる人たちがちゃんと空気入れてるから、レンタカーの車でタイヤの空気が少ないとかないから、意外と自分の車なんかより全然整備されてると思われる。今日カーシェアはどうなんですかね、結構駐車場みたいなところに置いてますね、今日あれも定期的にちゃんと見てるのかもしれないよね、綺麗に。むしろレンタカーばっかいじってた時期とかあるもん。へえ、まあそうすごいそうやって来るってことですね。よるんだろうね、ディーラーでもさ、レンタカーが多い工場の近くとかだと、やっぱレンタカーばっかり行ったり、じゃあ意外としっかりしてると、意外と安心していいのかもしれないですね。だってこんなんでなんか整備ミスあったら、確かにそれで事故ったりとかしたらね、うん、もしそれで事故るのが本人じゃなくて、その何かの車体の不備とかだったらもう大問題だから、逆にしっかりしてるのかもしれない。誰がどう整備してるかわからないっていうのは、自分の車でもそうじゃない？だって工場持ってっちゃえば誰が整備してるかなんて、うん、正直見ないでしょ、見られてないもん。だって私だってお客さんの車車検とか点検やるけど、ずっと見てる人なんていないからね。意外とだから、うん、安全な気もする、うん、でも安全だよ絶対むしろ私の3号よりは全然よく整理されてると思うよあれが一番危ないいつタイヤ取れてもおかしくないんじゃないかぐらいいろんな人が整備し始めるからおや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 、勝手になんかホイールの PV とかに使われててさ、うん、レイズ履いてるじゃん、勝手にレイズの PV 撮影に使われてて、うん、そうなの？私それツイッターで知って誰かのコメントで知ったのがレイズの出てますみたいな動画俺これうちの車じゃんみたいなまさか取られてんだけどちゃんとホイールなんて閉めたのかなみたいな。私の方が一番危ない全然大丈夫、カーシェアの車メカニック TV ということで、そろそろお時間ということで、はい、他にも多くのコメントいただいているので、また次回も返していきましょう。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。